はい、皆さん、こんにちは。会長、希少子です。今回は、コンパスの画面なんですけど、Twitter の方に質問箱を設置してて、YouTube の概要欄にも貼ってあるんですけど、質問が、割とたくさん来てて、一応、DM とかでもよく来てて、たまに、まとめて Twitter のツイートの方で、簡単に返してるんですけど、長い質問とか、細かく、返すことができないのと、あと YouTube しか見てなくて、Twitter を知らないっていう方が、もしかしたらいるかもしれないんで、この場を借りてというか、別に簡単なんで、質問箱の返しをね、YouTube の方でやっていきたいかなって思います。コンパスの質問だったら、お試しとかで、説明とかしながらやるのもありかなって思うので、お願いしますと。いうわけで、どこから返そうかなって思ったんですけど、25がキリがいいんで、25ページから、1パート10分ぐらいやろうかなって思います。好評だったら、続けますと。好評じゃなくても続けますと。ということで、やっていきたいと思います。上から答えようかな。上から、10分間ぐらい。答えていこうかなって思います。ボイドのメダルでアシュゴクール2がついたのですが、確か会長さんはアシュロククール3でしたよね。クール後のボイドも持っているのですが、どちらの方がいいでしょうか。基本的に僕はアシュメダル信者で、スタンを滑って当てるのが好きなので、好きっていうか、当たりやすい。もうそれに慣れてしまってるので、もう僕はアシュメダル優先でいいかなって思います。で、ガン支援のボイド、空かけイデア、祝福ニードとか、もう本当に、ただただ支援するだけ、それだったら本当は今、ミクとかの方が強いのかなと思うんですけど、それのボイドだったら、クールメダルオンリーでいいかなって思います。次、キルボイドの追従は諸説ありですが、ティーブレイクの祝福とかもオンでやってるんで、別にそこは自分の自由というか、やりやすい方でいいかなって思います。キルボイドというか、どうなのかな。関係なく、好きな方でいいんじゃないですかね。僕はオフに途中で変えてオフの方がやりやすくなってしまったんで、オフでずっとやってます。ディスコードサバ会長さん追いすぎてどれが本物ですか？ですね、これは僕がディスコードのサーバーを設置してて、それで、僕の友達がよく僕の名前を使ってるっていうのが多いので、誰かわかんないという質問なんですけど、僕が本物ですと。たまに、ツイッターの方で貼ってるんで、もしよければ、アプリ入ってるなら入ってください。たまに遊ぶ人募集してます。はい、会長さんフォロワーしますか？フォロワーしてるなら条件教えてください。フォロワーは、友達の友達、紹介で仲良くなった人、知り合った人とか、たくさん遊ぶ人、よく遊ぶ人、とか、知ってる人、認知してる人とか、ですかね。最近、ツイッター動いてない人とかよ、絡んだことない人とかは外しちゃってるんですけど、そんな感じで条件フォローバーしてます。ちょっと TL あんま見ないっていうのもあって、別にどっちでもいいかなって感じですね。はい、会長、希少子さんは、膝枕されながら髪を撫でられる行為をどう思いますか？大変素晴らしいと思います。いいですね。はい、次。忍者らやるって、ない。黒歴史を教えてください。黒歴史なぁ。ちょっと、また今度話します。配信とかで聞いてくれれば、頑張って思い出して話しますと。配信と動画の比率、動画多め、で、配信は次は、お嬢と固定のリクエストが来てたんで、それを来シーズンやるかなって感じですね。4000人いったら、さすがに何かしらやろうかなって思います。はい。iPad の指の数は3本。で、なんでヒーロー、どんなヒーローを扱うのうまいの？自分スペアやりすぎて他ロール使えませんと。これは僕がスプリンターあんまやってないからですね。シーズン終盤の
勝たなきゃいけない場面と大会ぐらいしかあんまりスプリンター使わなくて、他はだいたいフリーバトルとかシーズンの序盤とか中盤はだいたいアタガン使ってるんで、まあやればやるほど上手くなると思ってるので、まあやらなければ上手くならないから、やらないよりかはやった方がいいんで、まあいろんなロールを使うことによって、まあそれも使えるようになると、まあ理解が深まるのでね、まあ物は試しということで皆さん、使えば、まあ少しは上手くなると思います。はい。デュアルスイーパーよりデュアルスイーパーカスタムの方が強いのですが、まあこれスプラの質問ですね。まあ、デュアカスの方が、あれ、アメフラシがスペシャルなんで、まあ疑似核とのシナジーがあって、まあ強いんじゃないですか、ね、一般的に多いですね。はい、次。タンポロのポロの立ち回りとおすすめのデッキを教えてください。まずデッキからなんですけど、まあ、僕は、ソーンと、キテルちゃんは確定で、まああとは、緑イデア、イエガか、イデア、緑イエガのどっちかですね。まあ、どっちかに緑入れて、まあ、体力と攻撃のバランス取ってって感じでやってますね。まあ、キテルちゃんが体力好きなんで、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、基本的にイエガーがおすすめで、まあ、ポロの立ち回り、まあ、初手は、敵営のガンナーが取ったところにキテルちゃんを差し込むか、まあ、普通にイデアで、ノックバックさせて、まあ、タンク助ける、援護。まあそこはケースバイケースというか、まあステージによったり相手の編成によったりするんで、相手の警戒してる度合いによったりまあするんで、まあそこはまたタンポラの動画とかは、出したいところですよね。はい、一番好きなボードのコスチュームはもちろん金ボードですね。左利きです。人畜無害でいたいか、有害でいたいか、有害では害は与えてこないんで、まあいい影響を与えたいんですけど、まあこれ、どっちかっていうと無害って言いたいんですかね。はい、桜と赤株どっちの方が強いと思いますか？難しい質問だな、キャラによる。まあ強いのは赤株なんですかね。今赤株の方が多いんですけど、僕は桜の方が好きですね。なんかかっこいいじゃないですか。無発動の。なんかかっこいいんで、僕は桜の方が好きなんですけど、まあ赤枠取れるなら赤株の方が強いんですかね。まあステータスは桜の方が高いんで、まあそこは、まあデッキとご相談というか、キャラとご相談ですね。僕が言うのもあれなんだけど、もしかしてグッホ持ってコンパス減った？うまいっすよ。僕と、野良てっぺん出たんですけど、すごく動きやすかったです。まあ僕が最後先般したんで、僕は悪いっすね。はい。妻前転バーゲン可能なサーティンどうですかね。回復か魔術かあった方が強そうですか。まあ安定するのは回復ですね。まあただ、まあ上手ければ回復いらなくてもなんとかなるけど、まあ継続して勝率、高い勝率出すなら回復あった方がいいんじゃないですかね。ザクレイに青ドルケを入れる場合の理想で、は青ドルケバーゲンマジかの、ん？赤マジ赤かの？わかんないな。今なんか体力が下がってしまったんで、青ドルケバーゲン緑のガード赤かのねとか、マジ少なくてもいいんかな。どうなんすかね。まあ、赤マジまあ可能でなくてもいいかもしれないけど、なんかワンチャン体力低いからガード3枚は必須かなとか思ったり思わなかったりします。動画と上げて2回行動。ちょっとよくわかんないけど、まあ、天才、まあ、天才ですと。はい。まあ、最後の1ページ。まあ、次は20ページからやろうかな。料理動画好きなのでもっと見たいです。まあ、誰かと遊ぶ機会があれば、料理動画載っけたいんですけど、なかなか、まあ、このご時世ということと、まあ、お金がないんで、遊べません。まあ、家でやるのは、まあ、なんか、もしかしたらやるかもしれませんと。まあ、多分やんないと思います。会長さんの手元動画拝見させていただきました。とても参考になりました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。手元動画、まあ、どうなんですかね。もう、まあ、好評ならまたやるんですけど。まあ、手元動画はあんま関係ないかなって思うんですけどね。まあ、ちょっと見て、ああ、なるほど、ぐらいにしか
思わないんで、まあ、実際に同じような動きをするとかはないと思うんで、はい。で、よしよし、吉田ヒルト。吉田ヒルトのね、はい。ムエくんさんのキンボードの動画見ました。めちゃめちゃ立ち回りが上手くて尊敬します。質問なのですが、キンボードのメダルは何をつけていますか？今、足メダルをたくさんつけてます。ビアトリーチさん、煽りやめてください。知りません。誰ですか？というわけで、まあ、こんなところで、まあ、次は20からやっていこうかなって思います。いかがだったでしょうか？まあ、あんまりコンパスの内容が半分ぐらいですかね。どうなんですかね。半分ぐらいだったかもしれないですけど。いや、コンパスの内容多いか。多いけど、まあ、立ち回りの質問があんまりないですかね。まあ、何でも僕は嬉しいんで、まあ、たくさんとりあえず、もう連投でもいいんで、くだらないっていうか、まあ、しょうもないっていうか、なんだろう。変な質問じゃなければ別に連投でもいいんで。またよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。